トランプ氏の独自ソーシャルメディアプラットフォームトゥルースソーシャルもうすぐ利用可能に話題の記事習近平を客観的に評価する中国共産党冬季五輪に外国人選手を大量採用専門家も驚き「各位观众大家好今日は2月11日星期五欢迎收竹疫情最前線アイザック」我是 中国ではお金があればわがままと言いますが、ドナルド・トランプ元アメリカ大統領は本当にわがままを押し通しています。ツイッターやフェイスブック、インスタグラムに発言できないようアカウントを凍結されてから、トランプ氏は独自のソーシャルメディアプラットフォーム、トゥルースソーシャルを立ち上げたのです。フォックスビジネスによると、同プラットフォームのサーバーはすでに稼働しており、今期末には完全な利用可能が予定されているとのことです。 フォックスビジネスが引用した情報筋の話によるとトランプメディアテクノロジーグループが立ち上げたトゥルースソーシャルはすでにベータテスト中でアメリカの一般ユーザーは3月末にはアプリのダウンロードとアカウント開設が可能になる見込みだといいますトゥルースソーシャルはまだ一般公開はされていませんがアップル社のアップストアで予約購入が可能です情報筋によるとトランプメディアテクノロジーグループの基本設定は 従来の大手テクノロジー企業とは一切手を組まずすべて自分たちで行いクラウドサービスについてはカナダのオンライン動画プラットフォームランブルと連携していくとのことですトランプメディアテクノロジーグループは未上場の企業を買収して上場させることを唯一の目的として設立されたスパック 特別買収目的会社のデジタルワールドアクイジションコーポレーションとの合併により株式公開企業となる予定です2020年のアメリカ選挙では国会議事堂に人々が乱入して警察と衝突し5人が死亡するという事件が起きておりまだ収拾がついていませんが一体なぜトランプ氏は自分のプラットフォームを作ったのでしょうか ソーシャルメディアプラットフォームのツイッターは暴力行為をあおるリスクを減らすためだとしてトランプ氏のアカウントを永久凍結しました同時にツイッターはトランプ氏との関連が疑われるアカウントを全て凍結し特に間もなく世に出てくるソーシャルメディアトゥルースソーシャルを宣伝するアカウントを凍結しました同じタイミングにフェイスブックもトランプ氏のフェイスブックとインスタグラムのアカウントを無期限で停止すると発表しました これほど騒がれてもトランプ氏は弱さを見せませんトランプ氏は昨年7月7日ツイッター、フェイスブック、グーグルの3つのテクノロジー企業が検閲を行いアメリカ憲法修正第1条に基づく表現の自由の権利を侵害していると提訴したと発表しましたトランプ氏はフェイスブックのマーク・ザッカーバーグ氏ツイッターのジャック・ドーシー氏 グーグルのスンダー・ピチャイ氏など3社の最高経営責任者 CEO をも訴えました茶番劇だと思う人もいるだろうと思いますがこの一連の出来事は欧米の民主主義国では人権に関して常に発言する方法があることを示すものです発言できないようにブロックされたら裁判を起こして訴えることもできますもちろんトランプ氏ほどのお金持ちなら会社を起こして競争することもできます 中国共産党、中共により情報を封鎖された人々にとっては全く想像もできませんが、テンセントのような多くの中国のテクノロジー企業に対する中共の弾圧を少しでも分かっていれば少しは理解できるでしょう。次のニュースです。中共第20回全国代表大会が近づくにつれ、習近平総書記に挑戦する声がますます多くなっています。 最近、習近平を客観的に評価すると題する4万字の長文が発表され、滅多に見られない厳しい言葉で習近平総書記を非難しています。同日、同サイトに別の記事、白嫌いを客観的に評価するが掲載されました。いずれの記事も、箱舟と中国という名前の著者が執筆したものです。 習近平を客観的に評価するという記事では、習近平総書記の性格や人の使い方における重大な欠点、内政や外交など、諸々の方面で犯した大量の間違いを厳しく批判しています。中共中央党校の元教授である冴下氏は、2月6日に技法に掲載された評論文の中でこの文章に言及しています。 蔡氏は箱舟と中国のこの記事は明らかに習近平反対の力強い記事だとの考えを示しました大紀元のコラムニスト証言氏は習近平を客観的に評価するという記事はおそらく江沢民派や白旗来大使党中共幹部の指弟の残存勢力が主導する反習近平派が発表した習近平総書記を非難する激文だと分析しています しかしこの記事は党内で習近平総書記を抑制することが非常に難しくなっていることを認めており内部情報も含まれています記事は随所で習近平総書記を失脚した元重慶トップの白嫌いと比較して中国政界から失われた白嫌いを懐かしむ 習近平はある意味で白嫌いの奥義を受け継いだと示しまた皇帝の椅子に座る習近平より獄中の白嫌いを応援したい人が多いと露骨に主張しました証言氏は記事の著者と企画に携わった人物はいずれも中共権力者の革新人物でその目的は習近平総書記を打倒し党を守ることだと考えています 文中で共産党は習近平自身の利益のために世界と冷戦をするのではなく共産党の循環する困難の責任を彼に負わせると書かれています中国共産党史の専門家で晩年の習恩来の著者である江文健氏はこの記事の江沢民と白嫌いへの賛辞は著者が中共体制派として反中共ではなく反習近平の字色を表していると述べました またアメリカ国営放送 VoiceOfAmerica に対し昨年の6中全会で党内の深刻な分裂が明らかになって以来両者の攻防戦が続いているがこれは反習近平派の最新の大きな爆弾だと語りました講師は第20回全国代表大会で習近平が再選されても重なる困難でなかなか前に進めず 長年蓄積された矛盾が全て爆発するとき、様々なブラックスワン現象やグレーリの現象が次々と現れるだろうと予想しています。さらに、衆の知識と人格の欠陥により、彼は独断先行に陥り、ついに天も人も怒らせ、5年後に退陣するだろうと推察しています。最後のニュースです。 中国は今までメダル獲得が困難だった競技に対し、これまで以上にキカ選手に頼って参加しています。北京冬季五輪では中国の飢餓人選手が海外メディアの関心を集めました。アメリカ・ワシントン・ポスト紙が2月9日に掲載した記事で、中国はフィギュアスケート、アイスホッケー、スキーなど、これまでメダル獲得が困難だったスポーツで以前よりキカ選手に頼っていることが明らかになりました。 同志は北京のスポーツコメンテーター、周恩氏、王氏の言葉を引用し、選手の帰化は手っ取り早い方法であり、つまり開催国がある分野で追いつき、成績を上げるための緊急計画であると述べています。同志はまた、他の多くの国の競技スポーツでは、選手の帰化は一般的であるが、中国では比較的新しい習慣であると報じています。 アメリカ・ミズーリ大学セントルイス校の人類学者で中国のスポーツに詳しいスーザン・ブローネル氏は中国における旗化選手の大量採用についてこのことに気づいたときは驚いたとし率直に言ってこれまでそうならなかったのは外国を敵視していたせいだと分析しています中国は長い間冬季スポーツにおいてさまざまな課題を抱えていました ところが2018年11月には中京体育総局が冬季スポーツの学校や協会に対し国籍制限を緩和し家境や華人の選手の出場を促すよう呼びかけました2022年の北京冬季五輪でアイスホッケーの中国男女チームに占める外国人選手の割合が外部の驚きを招いています 中国青年クラブと提携してきたカナダ人経営者のマーク・サイモン氏はワシントン・ポスト氏で、北京が中国人だけ、伝統的な選手だけではうまくいかないと気づいたことは1年ほど前から顕著になったとの見解を示しました。冬季五輪では中国女子ホッケーチーム23人のうち11人が騎化選手、中国男子ホッケーチーム25人のうち15人が外国出身者です。 サイモン氏はこれが外界に良いメッセージを送るとは思えないと言います二重国籍不認可の政策がある一方で表向きに良い結果を得る唯一の方法は白人をたくさんチームに入れることだというのでは大衆に理解されないと思うと指摘しました